さあ、リベンジ。第3回、もふもふゲーム実況を始めていきたいと思います。前回は、ミアに見事に、殺されてしまって。いやー、びっくりしましたね。手首を切り落とされ。チェーンソーでやられてしまいましたけど、ちょっとリベンジしたいと思います。たまげ。で、ハンドガンゲット、回復薬ゲット。よし。このガードをうまく使わないといけないんですかね。なんか、まあ、ちょっとね、攻略法を調べたりしたら、やっぱりガードをちょっとうまく使えっていうのがあったんで、まあ、ちょっと逃げるというよりは、ガードもうまく使えつつ、立ち回ろうかなと思ってます。32発。そんじゃあ行きますか。倒せましたね。この野郎、手首切り落としやがって。とんでもねえ女ですね。お前も家う族わっ。誰？あらあら。まあ、前回ミアにやられたんですけど、まあ今回のを見てると、結構前回惜しかったのかなと。あと一発ぐらいで多分倒せたでしょうね。そんなにさっきとハンドガン当てた回数は変わんないと思うんで。連れてかれちゃいましたね。起きてよ。まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。何をすんのよ。ここはどこなんだ。
どうなってる？ようやく起きたの、ネボスケさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ？気持ち悪いですね、これ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえ。ルーカス、何やってんだ。あ、こいつは。おやじ、おやじ、おやじ、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、食えない。おやじ、ちょっと待ってくれ。話を聞いてくれ。なんだよ、バカじゃない？ああ、怖い。ゲームオーバー？ああ、危ねえ。邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。おばあちゃん。おばあちゃん、死んでる。おばあちゃん助けて。こっから逃げ出さなきゃな。いや、とんでもない家族だこれは。行かれてる。何これ、食えたもんじゃないのな。ハエがたかってるしな。え、なんかあった。あ、ハーブやったね。やって。何も入ってない。鍵がかかってる。ハエがいるよ、やだな。結局これ、あ、なんかある。そうだね。多分こっから脱出するって感じだと思うんですけど。うわっ！ガード。うわ。ガード。逃げろ。うわ。瞬間移動ですか。やばい。マジでやばい。わあ、ちょっと。さて、いつまでそうしていられるのかな。本当だよ。
ヒロになっちまった。結構ガードが有効ですね。なんか怖いな。しかしどうやって、どこに隠れてるんだ。厳しいなこれ。出口なんてどこにもないぞ。足音するね。意味悪いよ。床下への鍵を探すって書いてある。鍵がどっかにある。Eさんはどこに隠れた。怖くて進めねえ。ほら出ておいで小豚ちゃんよ。すぐに見つけてやるからな。で近いな。見つけた後はうわ。うわ。ガード。どけどけ。鍵はどこだ。楽しくねえよ。失礼。俺は年寄りなんだぞ。こんな年寄りにも勝てんのか。開けろ。動くなよ。うるせえ。うわ。脱出。あぶねえ。ああ怖っ。怖っ。ガードが有効。いやこれは怖いわ。体力黄色だな。きついな。さてどうしたもんか。アイテムがあればいいんですけどね。なんか回復薬とかないかな。なんかめっちゃ音するんですけど上で。ハンドガン取り上げられちゃってんな。きついな。あ、なんかある。アンティークコイン。アンティコインって何ですか。謎。回復が欲しいです。回復が欲しいです。あのおじさんが結局この家の主っていうことなんですね。なんか写真にあったあの怖い顔したおじさんなんでしょうけど。もう亭主関白なんてもんじゃないですよね。
あれ息子の腕切ってましたけどね、切り落としてました。とんでもねえ。あ、登れた。あ、セーブがある。おー、アイテムボックス。アンティークコインはなんか使えなそうだからしまっとく。緑よし。そういえば M1 グランプリは見取り図優勝できなかったんですけど、僕は一番優勝候補だと思って見てて、あー、マジカルラブリーはちょっとなんか漫才の一番って感じはしなかったですけどね。薬液、他の物質と合成することで変化させる液体、単体では効果がない。回復薬、あ、そういうことね。合成しないといけないと。キービック。じゃあ、あのビデオの中で撮ったキービックって使えないのかな。すごい気になる。凄まじい悪臭だ。靴下これ。汚ね。電話誰か出ないかな。畜生。セーブしよう。でさ、これ出てったらまたあそこでしょ？キッチンとか。またあのおじさんいるんでしょ？多分。きついわ。なんか本当ハンドガンとかないの？このまま丸腰で無理よ。殺されに行くようなもの。何これ。どうすることもできないっていう。アイテムちょっとこれだけ。ゲアなんだけど絶対いるでしょ。一家から逃げる。ナイフも何もないよ。あ、でもでも、あ、違う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 。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。手首めっちゃつま縫い合わされてるんだけど、かなり雑にちょっとゲームとしてどうなんですかね。そんな簡単に縫い合わせられるのは。メインステージってあの鍵ついたホールに向かう。
開かない。あ、次は。え、何を。開けてくれ。おい。え？おい、お前。おい、頼む、助けてくれ。助けて。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか？つまりこの家に住んでるのか？俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。そりゃ手首こんな縫い合わせてますからね。この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。異常者だよ。あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ。これで十分だか。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。ナイフでどうしろってんだ。本当だよ。おう。はあ、なるほどね。月と払いとあるんですね。キーピックで開くんじゃん。開いた。回復薬やった。回復しといた方がいいのかな。回復しとこうか。よし、見えないってね。なんかあの親父とりあえず出てこなそうだね。ハンドガンの弾、あの親父が出てこない間にアイテムを回収しときたい。ノコギリ、登山用ロープ、ペット用首輪、なかなかの金額です。6万円ぐらい買ってる。さっきのなんかホールの方を写真、誰だろう。ここ開かなかったね。この先は多分ホールだ、うん、ホールはいけない。デブティシーカーをつけて、これはあの息子じゃない。これはさっきのイカれた夫婦だ。でもな、もうお母さんがいかにもまともそうだよ、この時は。25回目の結婚記念。ああ、正気だった頃の。お、これまたナイフでいけんの。なんかいいことあんのかな、これ壊す。全然わかんない。
なんかここにもあって、何がいいのかよくわかんない。一旦じゃあここで終了したいと思います。また次回お願いします。